で、そうするとこの段階ってのは矛盾がないんだな。要するに対立しないから矛盾の動きようがないんだよ。善も悪もないでしょ。ただ写真撮ってさ、この写真撮ったやつがさ、これ善だか悪だとかさ、けしからんとかそういうのないよね。ただ写真に写るだけで、だから全部の分別っていうか、そういうあれはもう超えちゃってるわけで、それがだからここは全く矛盾のない世界なんだ。逆に言うと、じゃあ矛盾が起きてるっていうことですか。矛盾が起きてるっていうのは、これをさ、意味付けが起きるんだよ。だから人、まず簡単に言うと人っていうのがバラバラにいて、で人のその要するに塊を見てさ、だからゴーロさんならゴーロさんっていう塊を見て、でそのイメージを作り上げるわけよ。彼は過去こうどうだった、ああだった、でこれをするとそのイメージとあれはけしからんなと、こういう話になったり、あいつはいいやつだとか、こういう話になったりするわけよ。だから僕はゴーロさんとあのクリシュナムルティなんかでもよく言うんだけど、その時今関係してないんだな。要するにイメージと関係しちゃうだけなんだよ、通常は。観念上の世界を作り上げる。観念上の世界。だからそれは、だからまあクリシュナムルティさんなんかで言うと関係幻想だ。こういうことなんだ。だから実際は僕が持ってる、例えばゴーロさんに対するイメージと僕が関係してるんだ。彼と関係してないんだ。内輪の話なの。それをリアルだと思っちゃうところが問題。だからイメージがあるのは全然問題ないんですよ。それが事実だと錯覚するところが問題。だからこうやってバラバラに見ていくことが悪いわけじゃないんだ。ただそれは写真の世界があって、それから抽象してるんだなということがはっきり分かってる限り問題を起こさない。ところがそうじゃなくて、それがもともとだと思っちゃったら、これは誤解なの。そこまでは分かりました。でもなんか机が自分だとは言えないですよね。無理、それはいい。まあ順番で、でだからどうだっけ。そうそう、それで何の話です。そうそう、それで大円境地で、ここでだからここは矛盾を起こさないんだ。で矛盾を起こさないという時はね、2つしか考えられない。全くみんな一緒か、全くみんな独立してるか、2通りでしょ。で真ん中みんな一緒だったら、あれでしょ、矛盾っていうか、対立はないでしょ。みんなマッシュルームみたいな。その全部一緒だっていうのが平等生じ。それでもう一つは、今度全然さ、俺は俺って世界で比較がやむわけ。対立しないの、全然別だから。バナナとリンゴは対立しないの。僕らは対立するのは人間だからなんだよ。中途半端になんか共通してさ、だから相手のことをこう、なんつうの、おもんばかってとかいろんなことあって、それで嫉妬したりさ、あいつみたいになったらいいなとかさ、金あいつみたいに持ったらいいなとかさ、ああいう人みたいに有名になったらいいなとかさ、どっかのタレントみたいにかっこいいやつだったらモテるのになとかさ、そういう問題が起きるわけだけど、それがぶった切れちゃって、俺は俺だって世界がこの妙観察地だ。これはだから絶対平等、絶対差別、大円境地からこの2つが生まれる。矛盾がないってことは全然違うか全く一緒かと、この2つに分かれちゃう。でそれでこの上座地っていうのはちょっと質が違うんですけど、そこの上での働きなんだな。こういう悟った上では、まあ、働きしたって別に大したことじゃないですよ。こう要は切っ先一般足創尿なんだけど、要は言葉で言えば、要は腹が減ったら飯を食いなんだよ。
腹が立ったらぶん殴るってのは入ってないけど、腹が立って腹が減ったら飯を食うと、喉が渇けばお茶を飲むと、疲れたら寝ると、こういうのは分別なくスーッとできるかどうかっていうのがこの上層だ。これは働きと動きだよな、動きが入る。こっちは動きがない。まあだからこっちは後でいいです。まあ特にね、そうで、だからここがこのマナー式がなくなった時、これがあるがままに、これがあるがままで、あるがままにあるわけ。でこれがこう見たまま聞いたまま、今度自分の中も見たまま聞いたままで、憎い、かわいい、欲しい、欲しい、そうすればこれがそのまま大円境地ですよと、こういうのがあれ有識の理論というか理屈だな。ということはどういうことかって言ったら、今我々が持ってるいろんなそのなんつうの諸問題っていうのがそのまんま、だからいじらなくていいって話なんだ。いじらなければなんとかなっちゃうよっていうのが、まあ、すごく平たく言うと大乗仏教のあれです。で、そうだ、それがだから煩悩即菩提だ。これだからまあご存知じゃない方は覚えておいたらいいですけど、煩悩即菩提、衆生本来仏なり。それでまあというところでちょっとあれだな、余計なことなんか時間の感じです。